対局開始。お願いします。先手鎖鎌銀三段。鎖鎌銀ってなんか前刺してた記憶があるな。なんか銀がよく分かんなく飛んでくるやつですね。で浮いていきましょう。これすぐの攻めないんですね。このタイプは結構銀が将来的な指し方難しかったりするので、まあ、この銀をね狙いに戦っていきたいなとは思います。次4六歩4七銀、まあどっかで6五銀と出てくるなら4五歩とついておけばいいかな。まあ8はついてきてるならつくかな。これ多分相手の方動き難しいですね。指し手が結構、まあこっちもあの銀を8八に上げるか問題、8八6八問題があるのでなかなか難しいとこではありますが、うん、そっち行ったか。まあそっち行ったんだったら、まあ5六銀で。カニが来い。でもか、これカニになるんだ。まあ確かにそうか。もうさ、ここまで行きたいな。2二はかえって危なくなりそうな気がするか。これね。2分30秒。1五歩同歩同香なんがソフトで割と。いい手とされてるんですよ。なんでかっていうのは4四歩打てるから。なんかこれで結構ソフトこの手順を選択させてくるんですよ、割とですね。この手順なんだが、まあその後、あ、桂取れていいんか。桂跳ねるとちょっと怖いんで、まあ強打ちもあるんだけど、ここで飛車一歩交換か。ん？なんだその手順。謎いな。2分。謎い。謎いな。バレた？まあさすがにバレるよね。金上がりかな。金上がり形悪いからやりづらいけど。うん、どうかな。なあ、確かに。手順で攻められてるな。香取り。多分自分受かってるような感じがする。1分30秒。枚数的にはですよ。でもここで決めに行かないと多分相手の方負けになりそうな気がするんで、7七金打ってくると思うんだけど、7七金同桂同桂のより良さを求めて、でも歩ならただの内室じゃ、なんかそうでもないよね。やっぱこっち明らかに良くなったな。うん、明らかに良くなった。銀打ちもあったかな。7三銀とかね、露骨に。まあ、6四香味付けして7三銀やりすぎな気はするけど、ありかも。でもこれ金の逃げ場難しいかと思ったけど、そうでもなかった。ああ待って、合格合わせるのが良かった。いやまあこれも手順で
金より当てられるからいいかなと思ったんやけど。1分。なんか思ったより良くなってないもっと良くする手順があったいかなと思ったんです。まあそっちか、なんか6号金はあるかなと思ったんですけど、まあさすがにそうですね、ずらさないと。露骨に行きましょう。これは詰めろですね。1三角とか刺すんだったら1二金って、あ、これは詰んでると思うけど、今日走るためじゃなくて詰ますための金だったので、銀捨てからかな。5一銀から、まあ、どこ逃げても4二金で詰みですね。さすがにこんなに駒持ってるから僕でも詰むわ時間切れ。ありがとうございました。ちょっともっと良くする手順があったような気がします。その玉頭の攻防が危なかったですね。ありがとうございました。